新しいアイデアっていうのは大体ね、ふと思いついて、思いついたその時にね、パッと、方々に、すごいことが思いついたからみんなでやりましょうって言ってね、それが今やってるいろんなこのラジオにしても、まあお店にしてもね、全ては僕の思いつきから、いろんなものが始まってるわけです。なんで思いついたのかと言われてもね、それはわからない。日頃からこうだったらいいんじゃないかと思ったり考えてるよう なことがね、なんかひょんなことから、表に露呈して、まあ、それが口をついで、人を動かし、まあ、実現することもあれば実現しないこともあると。今思いついてるついたことはですね、お福分け食の手紙っていうことをやってみたいなって思ってるんですね。いろんな、まあ、このラジオを聞いてくださってる方、がいてね、僕これはコロナの始まる前から、ずっとコツコツとやってですね、まあもうコロナが終わり、まあこれは終わらないでずっと続くのかもしれないですが、それぞれ忙しくなってね、ノッテビアンカ始めたり、新しいお店を1つ閉めて2つ始めたり、まあそんなことをしていてですね、まあいろんな人と、出会ったり、巻き込んだりする中で、やっぱり一人でこうポツンと、孤立している、まあ孤立とまでは言わないまでも、なかなか気が合う人がいないとか、まあいろいろ仕事は仕事、家庭は家庭っていう中でね、なんとなくこう、交流が、自分の気持ちがね通じる交流が少ないというような人がいるんだなということを、最近よく目の当たりにしています。のでね、何かそういう、まあ僕もこのラジオでお便りコメントぐらい書いてくださいと言ってますが、このコメントを書くことも、なかなかね、ままならないっていう中で、こっちから一方的に、食べ物を送るので、まあ、その感想を書いてくださいっていうような形で、押し付ける、押し売りする、そういうようなプロジェクトをやれないかなと。よかったら向こうから注文してくださいっていうことだけではね、なかなか、進まないので、こちらから、と言ってもね、向こうから、1回目欲しいとか、なんか、まあ、リアクションはないとどうにもならないんですが、なんかこちらの方からこう勝手に、その実家の親がね、何かこう仕送りとともにいろんな地元の名産を箱に詰めて送ってくるような、そういうようなものをなんかできないかなとパッと思いついています。なのでこの状態でね、何か、私も参加したいっていうことは本当は言ってほしいですけど、まあ何言ってるのかよく分かんないということでしばらく放置でしょうか。これがまあ間もなくまた、しばらくした後に、なんか形になってね、皆さんのところに届けられるかなと思っています。はい、ということで、今日の話題は過剰こそが救う。今の話もそうですが、どうもね、お困りになられてるっていう方は多いと思うんですね。まあ、この過剰こそが救うっていうことの話になるかわからないですけどね、僕はずっと東京で育って、まあ、東京って言っても川崎だったり横浜だったりしますが、まあ、都会に育って自分の、母親というのはね、北海道の札幌の出身の人で、父も、北海道も含めたところに、銀行員としてね勤めていましたが、その父がですね、この
夏に亡くなって、母が一人ね、札幌の一軒家に住むっていう、状況に今なっています。で、まあ東京とね、こう僕もその一人暮らしの母親のところに行ったり来たり行き来したり、必要に迫られていくわけですけど、まあいろんなうちいろんなことがあって、僕は自分のうちは普通の、いわゆる、中流階級のサラリーマンの息子だというふうに自分で、思って、今の今までおりますが、この母親が一人になってみるとね、まあ例えば年金、例えば介護のなんとかっていう、まあ、いろんな例えば手続き一つ取ってもね、実に、システムというのは、不親切にできています。不親切という言い方はないかもしれないけど、非常に複雑になっている。書類一つ書くといってもね、いろんなものが、なかなか理解しないと、やりきれないっていうようなものになってるんだってことを、僕は今ねよく、こんなに難しいシステムの中で、母一人でね、こんなの到底できる気がしないですよ。こういうふうに、自分の親なんか、もう父は79で亡くなりまして、母は75ですかね。まあとにかく自分は子供たちには世話をかけないと、自分たちは自分たちのことでやるんだと、だから自分たちのことは心配するな、 あなたたちは、あなたたちの、好きなように生きたらいいと、まあまあそういうふうに、まあ、言ってくれて、まあ僕もまあそうだなと思ってやってましたが、まあ考えてみればね、まあその年を取れば、自分一人でまあなんとかやっていくわっていうようなことにはまあならないわけよね。まあ実質できない。まあこの手続き一つ取ってもそう。まあ賢い人はね、元気な時に全部こう生前いろんな整理をして、こうなった時はこうしろああしろと息子や娘にね伝えてるっていううちももちろんあるでしょうが、多くの普通の人はわりかしどうにもならないっていう思いをね抱えているなと思ってたところです。ノテビアンカの中でもね、孤独死とか、そういうものを、まあ、ちょいちょいやりましたが、これ孤独死って一言で言ってもねこれは孤独死っていう言葉に隠れてるものってのはいっぱいあるなっていうのは思うんだよね。うちは、まあ、母と僕は特に仲が悪いわけでもないので、まあ普通ですが、これちょっとでもムカつくってことになればね、もうじゃあ勝手にしろお前がやれってほっといたところでね、できっこないんだよね。でまあその近所に友達がいる、もちろんその仲間がいるっていうようなことであればね、お互いに助け合うってことはもちろんあるし、だからそういうことがまああるようでいてない、まあこんなことは頼めない。だからまあもう、まあ、息子がいてよかった、息子がいてよかったってことを呪文のように、唱えてましたが、息子がいてよかったっていうことより、その周りの、まあ、支え合う人間関係みたいなものがですね、非常に、希薄であるというふうに思わざるを得ません。はい。でまあいろんなその周りのね、その町の人たちを見ても、まあこれはうちだけの問題じゃないんだろうなと、これ町中がこうなっている、
国そのものが疲弊しているっていうようなことは、まあ、実感として持ちましたが、だから今のねうちで働いているような若い子たちにも、まあ、とにかく友達は大事にしなさいよと、まあ、とにかく結婚しなさいよとは言いませんが、でとにかく人間関係、人については、大事にしなさいよというふうに言っています。もうそれしかないっていう気がするね。まあ、お金もあって何もあって、立派な息子が3人もいてとか、家業があってっていうような人はね、もちろんそんなものはあの関係ないところあるんでしょうけど、普通のサラリーマンで普通にして、なんとなく趣味だけで生きていくっていうようなことだけやっていてもね、最後の最後は本当にどうにもならない。でどうにもならなくなっているということに対しての、実感もない。なんでこんなことになったんだろう、なんでこんなことになっちゃった、こんな目に遭ってんのかなっていうようなことをね、母もぼやいてましたけど、やっぱりこれはね今までの生き方、そのものだっていう気がしますね。でね、あ、そうそう、それでね、その過剰こそが救うっていうのは、やっぱりこういうそれぞれ孤立している、まあ、孤立の定義はそれぞれでしょうが、まあ、まあ孤立してるってことですよ。そのバラバラになっている、隣の人が何をしてるのかわからないっていう、まあ、都市化社会の中で、まあもともとコミュニケーションができるそういうような人だけならね何も困らないと思います。ただそうじゃない、何かこうちょっとポツンとしてるっていうような人にね、ちょっとやっぱり声をかける、何かおせっかいを焼くってことですよね。このおせっかいを焼くっていうようなことが、非常に少ない。で、まあ、うちの母なんか見ても、非常におせっかいを嫌がりますね。おせっかいされるのも嫌だし、おせっかいするのも嫌だと。でもおせっかいするのも嫌だし、おせっかいされるのも嫌で、自分の体は思うようにいかないとなったら、これどうするんだろうっていうふうに思いますよね。うん。それで、僕ら豆彦では、おせっかい、いわゆる過剰である、この過剰っていうものを嫌っていても、どうにもならないっていう気が、まあ、するのでね、過剰こそが救うというようなことを、スローガンに挙げてますが、これ非常に難しいね。過剰であればいいということでもないしね、まあ、非常におせっかいなことをして嫌われたくないという、保身の気持ちがあるからね、過剰を嫌がるわけだし、まあ、自分に過剰に何かされて不快な思いをしたくないっていう、まあ、そういう自分を守るためにね過剰ってことを嫌ってるわけで、過剰こそが救うって言ってもね、この過剰が相手にとって心地よいかどうかっていうことが、関係性がそのできてなければね、過剰こそが救うなんて言ってもそんなわけないっていうかね、むしろ、裏手に取られちゃうってことはありますよね。で、この過剰こそが救うっていう時に僕はいつも思い出す、横浜のみなとみらいのところにね、飾ってある石板に彫られた、ドイツのシラーの詩の中にね、自然というのはまあ非常に過剰であると。でその過剰に自分のためだけではなく、たくさんの、例えばリンゴの木ならたくさんの実をつけ、そのたくさんの実を自分のためではない以上の実をつけることでね、そこの、まあ、例えば人間、周りの動物、たちにの命を、まあ、紡ぐと、だから我々はそもそも自然というものの恵み、過剰な恵みによって支えられているのだというようなことがね、まあ、書かれている。で、まあ、僕はそれをさらに拡大解釈してね、まあ、だからこそ人間も、他人に対して過剰に振る舞わなければいけないんだというふうに、まあ、思いながらね、みなとみらいの駅を
乗り降りしてるんですが、あの結局どれもこれも、この10箇条通して言えることですけど、あのこの文字面だけ取っても意味がないってことですよね。ある程度の関係、つまり過剰こそが救うということであれば、過剰こそが救うということが成り立つ関係を作るっていうことがなければね、何の関係もないのに、まあ、過剰である、おせっかいであるっていうこと、これが救うんだ救うんだって言っても、まあ、成立しないし、まあ、そんな関係もできてないのにそんなことする人もいないだろうからね。だから過剰こそが救う、まあ、自分なりのおせっかいが相手に好意的に取られる、まあ、もしくは好意的に取られるかどうかわからないけど、まあ、少なくとも試してみようというような関係でいる、まあ、その関係づくりっていうことが、まあ、今の社会では非常に希薄なんだろうと思います。それは、地域のコミュニティが崩れたとかそういうことでは僕はないとも思うのね。その地域のコミュニティが崩れたっていうことよりは、社会がどん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 便利になってコンビニエンスになって、そんな面倒くさいようなことをしなくて良くなったっていうことがある、まあ、だからこそ、不便な生活っていうものにある程度戻らなくちゃいけない。でも不便な生活に戻るってことは案外進歩するよりも難しいですよね。うん、まあ北の国からなんかは多分そういうところにね、あのその過剰に、その今の進みすぎている便利になりすぎている社会に対する、警鐘を鳴らしてるんだと思うけど、なかなかじゃあみんなが黒板五郎の、ね、生活に戻れないとすればね、僕らのような若い人たちが、その便利なものからあえてね、その不便なものを楽しくやることでね、人間関係ってものが育まれるだろうということでね、僕らまめひこがやっている、いろんな面倒くさいことに、皆さん参加してみませんかと、そうすることで、少し、人間関係が育まれ、その育まれた中で、もしかしたら互いにちょっと過剰になってもいいかなというようなことが振る舞える。そうすることで、あ、こうしてもらったんだから今度はこういうふうにお返ししようというようなことが回り出すではないかというね、うん、非常に時間もかかることですし、日常生活はね、便利なものを使いながらこの豆彦っていうプロジェクトの時だけ、非常に不便なことに携わっていくということがね、果たしていいことなのかどうなのか。ただ、何もしないよりは少なくとも、多少ね、我々のような面倒くさいことに取り組んでる、者たちに、皆さんも少し、参加してみませんかという思いで、この過剰こそが救うということを、掲げてみました。いかがでしょうか。本音は言わない、なんだかな、トドンのつまりは人ごとなんです、不真面目なんです、なんだかな、いつも他勢は考えません、言われるがThank you.
ちぐはぐなんです、矛盾ばかりです、なんだかな、とどのつまりは依存気質です、人任せなすり合い不安です、いつもテレビは嘘ばかりです、